じゃあこの続きとして、はい、この福島の処理水について中国がちょっとまあ文句言ってるんですけど、この中間が非難してると。そうなんですよね。原発の ね、はい、処理水なんですけど、はい、ニューヨークタイムズがこれに関してね、はい、もうムカつく記事を書いたんですよ。これどういうことかというとですね、うん、ニューヨークタイムズ4月13日に中国と、まあ、福島の処理水こう、はい、まあ、排出する決定をしたじゃない、うん、はい、その直後ぐらいに書いた記事なんですけど、うん、これ中国と韓国、うん、まあ、および台湾かな、はい、がこの3カ国がそれぞれ非難してきましたよっていう記事を、はい、東京発の記事として書いてるんですよ。これはニューヨークタイムズに書かせたいと思って、はい、うん、朝日新聞社が提供したんじゃないですかそれぐらいね、はい、このニューヨークタイムズの、はい、特に東京発の記事っていうのは、はい、東京の特派員が書いてる記事なんで、うん、はい、これねすっごい左寄りの記事なんですよ。基本的に、はい、まだ今でもあるんでしょ、朝日新聞の中にニューヨークタイムズの東京支社あるんでしょ。あ、でしたっけ。で、はい、さらに結局アメリカから来た人っていうのは、はい、日本語が読めない人が多いんですよね。あ、そうすると、ね、ニュースをどこで探すかというと、はい、朝日の英語版から探すっていう形になるので、はいはい、ちょうどいいニュースがこれだという感じで、まとめてくると大体日本ディスリの記事になってしまうという流れ。その典型の記事でございました、はいはい、書いたのはベン・ドゥーリーっていう方だと、うん、井上真紀子さんという、はい、女性の方ですね、はいはい、2人が書いた記事なんですけど、うん、日本政府の決定、これ外交的には問題ないと言って発言してるけど、うん、これ実際声明とか見てみると、うん、中国韓国そして台湾がそれぞれ非難してきたじゃないですかと、はい、うん、で日本は、まあ、処理水放出は科学的にも大丈夫と言ってるが、うん、近隣諸国との信用がないからこうやって非難されるんだっていう出たこと言うんですよ。近隣諸国っていつも特話だからね今回台湾も入ってるけれども大体特話だからね、はい、で、はい、まず、2つが批判してる、うん、これちょっと懸念材料が、はい、1つはグリーンピースだと。グリーンピースが批判してて、これもっと貯蔵施設作れって言ってますよっていうことをまず言ってます。2つ目、朝日新聞が自社のアンケートで、うん、なんと 55% が反対してるということ、うん、けしからんと、はいはい、そういうこと言ってますよと、はい、まあ、1日150トンの水が出るので、うん、これはもう待てないということを言ってですね、うん、まあ、実はいやそれでも、まあ、一応 彼ら両論併記はするんですよ、うん、実は各国の大使館東京にある各国の大使館に対して108回も実はもう説明してるんですけどね、うん、というところは書いてるんですよ一応、うん、で、ですが、日本の、これ宇都宮大学のですね清水奈々子教授という方がいらっしゃるんですけど、うんうん、この方からコメント取ってきてすごく日本政府はやばいということをなんかいろいろコメント取ってます。ただ賛成論というか、うん、一応田中俊一さんという元原子力規制委員会の初代の委員長の方、はい、うん、方にもコメント取ってきて、うん、韓国がこういうこと言ってくるのはダブスタだというところは、うん、しっかりコメント取ってるんですよ。日本のは処理水だけど、うん、韓国とかのは汚染水でしょね、数値が悪いわけですから。で、これ最後に結論なんですけど、うん、はい、ニューヨークタイムズの記事、うん、政府日本これはねとにかく、日本人は政府や東電を信頼していないって言ってるんです。ああ、いやいやいや、そうかなって感じなんですけど、うん、はいはいはい、まあ典型的なその、うん、東京支社初の、うん、はい、記事でございましたっていうことなんですよ。まあ。これ究極のダブルスタンダードなんですけど、これね日本は、まあ、韓国のものに対してアメリカとほら IAEA から、うん、まあ、お墨付きもらって大丈夫ってことになったんですけど、はい、うん、結局ね日本の今のこの処理水の処理に関して、うん、攻めがないんですよ日本の場合。そうですね、この情報的なものに関しては、うん、宣伝戦で言うと、はい、結局今しっかり我々やってます、問題ないですよっていう受けっていうか守りの部分だけしか言ってなくて、うん、そっから逆に中国と韓国に文句言われたんだったらそっちを攻めるという刺しに行くっていうのはないじゃないですか、うん、はい、いやここはちょっと問題なのかなという構造的には、これ僕潜在的にこれ慰安婦問題の時と同じで、はい、日本だけは悪くないんですよじゃなくて、うん、あんたんとこも悪いだろっていう攻めですね。そうですね、これ日本しないんですけど、はい、ちょっとした方がいいんじゃないかなっていうのはこれやっぱ感じますよね、こういう時は。そう、はい、だから中国から、原発の、うん、処理水を汚染水だって言われたら、はいはいはい、いやあんたんとこどれだけ原発作ってんのと、そうで安全なのと、垂れ流してんの、基準出してんのと、ちゃんと数値出してんのと、うん、いうふうに言うべきだしっていうことですね。そうそうそう、でやっぱり、ね、日本ってね外交上でも ODA とか出しすぎてて、それで金まいてる割には、うん、
あの日本のこと理解してくれてないじゃない。そうね。だからやっぱそれだったら ODA をやめて、うん、何十パーセントかは、はいはいはい、プロパガンダ組織を作って、それで例えば月刊花田でこういう記事が出ましたって言ったら、うん、そのいい記事をね、原発処理水がどれだけ安全かって記事が出たら、それを英訳して各国に配って、インターネットでも公表して各国に配って説明しに行くってい う、ね、そういうシンクタンクを作らないと、はい、いつまでたってもね、この、攻め込まれて慰安婦問題でもそうだし、守りで何でもやられちゃうね。まあ、一応マイナスをゼロにはギリ戻すかもしれないけど、うんうん、はい、それはいつでもすぐマイナスに戻るっていうことじゃないですか、はい、むしろ相手側の、まあ、ホワットパーティーズって書かれた方いらっしゃいますけど、相手側にさ逆に、うん、むしろ今回韓国に言われたら、うん、そう、刺しに行くというか、そう、お前とこの原発のところなんか随分漏らしてるみたいな、はい、みたいな、これはねやっぱりやらなきゃいけないのかな。ですから ODA の 10% でいいんでね、はい、我々に出していただければね、うん、それなりの組織をそれなりの組織を作ってですね、そうですよね、どっちが日本の役に立つかというそうことです。他国の放出量データの公開とかね、はい、まあ、ちょっと今回やりましたけど、うん、どうもねそこはちょっと弱いのかなという感じしますね。はい、いやもう本当これ日本の政府のダメなあれですので、はい、ちょっとこれ見ててね、はい、だと思いますね。歯がゆい感じで新しいですね、はい、音声講座ができまして、はい、ハイブリッドモードなのか、ね、SLS の情報戦なのかという、次の戦争はこういう戦争になるだろうというね、濃いですね、米中戦争、はい、濃いですね、これは今回は備えの6番ができました、はい、濃いな、これは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん、聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ、買っていただけたらと思っております。濃すぎでございます。濃い、はいはい、濃いしか言ってない、ね、いや本当濃いじゃないですか。でも濃いですか。あ、そうですか。最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争備えのパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、あともう、はい、リアリーズ入門ですね。リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよくわかりますよと。名作ですね。もう時代はリアリストですもんね。はい。まあ、後でその話を、はい、なぜなのかっていう話を、はい。もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね。はい、クラウドじゃなくて。時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ。はい。はい、そうですね。そして、ルトワックですね。はい。この一発逆転と全てを超えた。来た。はい。はい、全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか。これです、ね、はい、クーデター。もう間違いないですね、はい、で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどんどんもういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと。そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、そうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはい、そして損失の兵法、うん、ということですね。はい。からクラウゼビッツですね。はい、はい。まあここはもう、そして、はい、地政学ということで、敵なしですね。ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫氏、はい、地政学はもうこれでマスターということですね。ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、そうですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております。はいはい。